皆さんこんにちは、身体コンサルタント INB スタイルの稲葉です。今日はですね、乱れた生活リズムを戻す方法をご紹介します。まあどういうことかと言いますとね、お正月休みで、夜更かしをしている方も僕も含めてですね、多いと思うんですね。でそれでですね、その生活リズムっていうのがこう狂ってるとですね、仕事が始まった時にですね、本調子を出せなかったりしてパフォーマンスが下がってしまうので、それを、軽減する方法をご紹介しますという感じでですね、このチャンネルではセルフケアとかセルフコンディショニングなど皆さんに役立つ情報を毎日投稿しております。チャンネル登録とか高評価いただけると動画を作る励みになりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、早速始めていくんですけども、まずはですね、しっかりできることからやりましょうということでですね、生活リズムをこう直す方法なんですけども、一つ目、日光を浴びることですね。日光を浴びるとですね、メラトニンとセロトニンというホルモンがですね、まあ関係ありますよという話は、以前したんですけども、その日光を浴びることで夜寝やすくなるっていうことです。はい。で、二番目、お腹いっぱい食べましょう。これは何でもいいです。ゼリーとかでも、こんにゃくとかでも、もうカロリーないものだろうが、あるものだろうが、いいんですけども、満腹になると人間は早く寝ようとします。なのでですね、夕食に、満腹になるようなもの、もしくはですね、油、油分を取るとですね、人間眠くなりますので、それを取るということですね。はい。あとはですね、日中の運動、三つ目ですね。日中の運動。まあ運動すると疲れて眠くなるっていうのはね、経験あると思います。はい、まあ普通ですよね。はい、あとはですね、4、夜お風呂に入ること。これは寝る前90分が、一番ベストだっていうのがですね、スタンフォード大学式の、睡眠法っていうのであるんですけども、まあその寝る前90分っていうのがですね、ちょうどこう深部体温を上げて、でその90分後に深部体温が下がって、でそれで、眠気を誘うっていうような、ものになりますので、まあお風呂を寝る90分前に、やっとくといいと思います。はい。で、もう一個、5つ目ですね。あとは、睡眠時間を確保しておくことですね。いつもだいたい自分何時間寝るんだっていうのが分かっていましたら、その時間に寝るようにしましょう。例えば7時間寝て、で7時に起きたいんだっていうのなら、12時には寝ときましょうっていう話ですよね。それを、例えば3時まで起きてるんだってなってしまうとですね、これは夜更かし、ずっと夜更かしして生活リズムがですね、昼夜逆転とかなりやすいので、それをこう徐々に戻していくっていうのが、大事なことになります。はい。で6番目ですね、アラームかけときましょうという感じですね。はい。正月休み結構ね、アラームかけない人多いと思うんですけども、1日がかりでね、戻す必要がありますので、やっぱりですね、アラームとか、かけといた方がいいと思います。はい。まあこれがね、以上6つなんですけど、日光を浴びること、満腹もしくは油を取っとくこと、運動をすること、お風呂入ること、睡眠時間、確保しとくこと、で、アラームかけとくこと。なんですけど、これが当然のことですね。やっとくと、まあ、これを全部やっとけば、とりあえず確率は高いでしょうっていう感じですね。生活リズムが戻りやすくなります。で、僕から、もう一つですね、やっといてほしいことが、壁にですね、頭をこうゴツって当てといてくださいって感じなんですね。だいたい寝る3時間ぐらい前にやっといてください。例えばですね、12時に寝ようと思ったらですね、9時ぐらいの時にですね、壁に頭をこうぶつけとくというのがですね、僕からおすすめする方法です。そんなガツンでぶつけるわけじゃなくてですね、壁にですね、こうもたれかかるような感じでやっとくと。で、10秒ぐらいでいいです。10秒ぐらいこう、何も、考えずにですね、力を抜いて、で、頭をですね、壁に預けるというような方法です。これをですね、10秒から20秒やっとくといいです。はい。壁をね。壁がないと意味ないですよ。ただ単にこう、背中の筋肉緊張させてしまうだけなので。頭はですね、ゴツッとぶつけといて、20秒ぐらい、何も考えずに目閉じとくとですね、これで、3時間前、にやっとくとですね、3時間後寝やすくなりますので、ぜひお試しください。はい。まあ今、土曜日、日曜日挟んで月曜日から仕事の方もいますし、
3が1終わって4日目から仕事の方もいると思いますけども、なるべくですね、仕事が始まった時にですね、スタートダッシュを決めれるようにですね、今日から、備えていただけるといいかなと思います。はい、今日は、生活リズムを戻す方法を紹介しました。もしこの話がね、うーんとか、ああそうなんだ、やってみようかなと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。はい、以上、身体コンサルタント INBスタイルの稲葉がお送りしました。それではまた。